株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。西武 2-6 日本ハム、19日、メットライフドーム、大先輩への敬意があるからこそ中途半端な打席にはしなかった。これはデモ音声です。西武松坂の現役最後の対戦打者となった横浜校の後輩近藤は真剣勝負に徹した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。公式戦での最初で最後の対戦は一度もバットを振らず四球を選んだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。小さい頃からずっと追いかけ続けてきた大先輩。これはデモ音声です。引退試合に立ち会えただけでも幸せですが、打席に入って対戦できたことは一生の宝物。株式会社 AI によるデモ音声です。マウンドを去る右腕に一塁ベース上から拍手を送った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。試合後には同じ横浜校の後輩マンパラも混じって日本ハムベンチを訪れた松坂と談笑。これはデモ音声です。引退特製 T シャツを着用して西武ナインと一緒に胴上げにも参加した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。これまで野球界を先頭で引っ張ってこられた偉大な先輩に少しでも近づけるよう精進していきます。株式会社 AI によるデモ音声です。背番号18の最後の勇姿を目に焼き付け